続いては区の事業やシステムについて分かりやすくお伝えする荒川区行政ナビです。今回は区政情報を逃さずキャッチ、荒川区 LINE 公式アカウントとカタログポケットと題してお送りします。スタジオには広報課の木村さんにお越しいただいています。木村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず木村さんは普段どのような業務を行っているんでしょうか。はい、私は広報課広報係に所属しています。荒川区法の制作や公式ホームページの管理など、荒川区からのお知らせを皆さんにお届けする業務を行っています。私たちが実際に目にしていますよね。今回ご紹介いただく荒川区 LINE 公式アカウントとカタログポケットは区政情報の新たな発信ツールなんですよね。はい、そうです。荒川区 LINE 公式アカウントはメッセージアプリである LINE を通じて区政情報や緊急情報などの生活に密着した情報を配信することを目的に今年7月に開設しました。またそれと同時に電子ブックアプリカタログポケットで荒川区法の配信も始めました。そこで今回は区政情報を逃さずキャッチしていただけるよう、荒川区 LINE 公式アカウントの概要と登録方法、カタログポケットの便利な機能についてご紹介します。まずは荒川区 LINE 公式アカウントの機能について伺います。改めてどのようなツールなんでしょうか。はい、荒川区 LINE 公式アカウントではメッセージアプリである LINE を通じて区政情報や緊急情報などの生活に密着した情報を配信しています。 LINE アプリをスマートフォン等にダウンロードした後、友達登録を行うことでさまざまな情報を受け取ることができます。LINE は日本国内でも利用者数の多い SNS の一つですから、区のさまざまな情報がより手軽に受け取れるのは嬉しいサービスですよね。はい、機能としては自分が希望する情報だけを受け取ることができる受信設定機能や、ゴミや資源の名前を入力すると AI が分別方法を教えてくれる AI チャットボットなどがあります。また各メニューから新型コロナウイルス感染症に関する情報や防災情報、子育て情報など生活に身近な情報を調べることができます。便利な機能があるんですね。今回はスマートフォンを用意しましたので、登録の仕方を教えてください。はい、まず LINE アプリをダウンロードしていない方はご利用のスマートフォンやパソコンでアプリをダウンロードしてください。ダウンロードした後、LINE のホーム画面でアットマーク荒川区と検索するか、ご覧の二次元コードを読み取って荒川区 LINE 公式アカウントを友達登録してください。なるほど、では私も実際に友達登録をしてみます。今回は LINE ホーム画面で検索してみます。アルファベットでアットマーク荒川区と入れると、おお、公式アカウント荒川区が出てきました。アイコンはスマートフォンを持っているアラフォーですね。検索できましたらそちらのアイコンを選択し追加のボタンを押してください。それで登録は完了です。はい、登録できました。これで区からの情報が受け取れるんですね。はい、ただしこれだけでは区から配信する情報の一部しか受け取ることができません。必ず受信設定から受け取りたい情報を選択してください。現在選択できる情報はご覧の7項目です。暮らし・お知らせ、子育て、荒川遊園、ゴミ・資源の収集日、防災・気象情報、防犯・交通安全、休日診療当番医です。なるほど、友達登録をしただけで満足してはダメですね。では受信設定から受け取りたい情報を選択してみてください。はい、やってみます。
まず LINE で友達追加した荒川区 LINE 公式アカウントを選択してください。続いて画面下に出てくるメニューの中から右下のアイコン受信設定を選択してください。はい、選択しました。あ、7つの項目が出てきましたね。はい、この中から受け取りたい情報を選択してください。はい、では暮らしお知らせを選択してみます。配信カテゴリーが出てきました。希望する項目を選択すればいいですか？はい、項目横にチェックをつけたら登録を押してください。登録が完了しましたと出ました。 OK と。これで暮らしお知らせに関する情報が届くようになりました。その他の項目も同じように選択して登録してください。ちなみにゴミ資源の収集日を選択していただくとゴミ資源の収集日を当日の朝にお知らせします。当日の朝ですか。今日は何のゴミの日だったかなって確認することが多いので教えてもらえると助かりますね。ゴミ資源の収集日の受信設定画面から配信を希望するカテゴリーを選択していただくとお住まいの地域と町会を伺いますので登録をお願いします。また選択した項目を再度選択するか配信解除を押すとチェックが外れ配信を停止することができます。なお緊急情報や新型コロナウイルスに関する情報なども受信設定に関わらず全ての方に配信している情報もありますのでご了承ください。続いては AI を活用した自動応答 AI チャットボットの機能について教えてください。はい、この機能は皆さんが知りたい情報について AI が自動応答で回答する機能です。現在はゴミ資源の分別について調べることができます。ゴミ資源の分別はどのような使い方ができるんですか？分別方法を調べたいときにゴミ資源の名前を入力すると AI が分別方法を教えてくれます。メニューからゴミ資源を選択してみてください。はい、選択しました。次にゴミ資源の分別を選択し調べたいゴミ資源の名前をキーボードから入力してください。では空き缶の分別について知りたいので缶と入力してみます。お、早速返信が来ました。空き缶、飲食用のものは資源、飲食用以外のものは燃やさないゴミにお出しください。中を軽くすすいでコンテナへ入れてくださいということですね。さらに詳しい内容は荒川区のホームページに誘導してくれるんですね。これならすぐに調べられます。はい、ご覧いただいたように調べたいゴミ資源の名前を入力することで AI が答えてくれます。荒川区 LINE 公式アカウントでは AI チャットボットに限らずこれからも機能を充実させていく予定ですのでぜひご活用ください。続いては電子ブックアプリカタログポケットでの荒川区報の配信についてです。こちらも今年始まった区政情報の新たな発信ツールなんですよね。はい、LINE 公式アカウントと同じく今年7月に配信を開始しました。電子ブックアプリカタログポケットは広報誌などをスマートフォンやパソコンなどから閲覧できるサービスです。荒川区報が電子ブック化されることにより記事が読みやすくなるほか音声読み上げや外国語への自動翻訳などの機能が利用できます。スマートフォンがあればいつでもどこでも区報をチェックできますね。はい、そうなんです。これまでも区のホームページなどから区報をご覧いただくことができましたがカタログポケットを利用することで英語などの10の言語で区報を読むことができまた9つの言語で紙面の内容を音声で聞くことができます。
外国の方や目が不自由の方にとっても優しいサービスになってるんですね。利用方法を教えてください。はい、スマートフォンやタブレットのアプリストアでカタログポケットで検索するか、ご覧の二次元コードからダウンロードしてください。ブラウザ版はご覧の URL にアクセスして荒川区法と検索してください。なお、現在は令和3年6月23日号以降の荒川区法を配信しています。それ以前の荒川区法については荒川区ホームページからご覧いただけます。荒川区 LINE 公式アカウントと合わせてぜひご活用ください。それでは木村さん、最後に区民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、荒川区では LINE やカタログポケットのように区政情報をより身近に感じていただくための取り組みを行っています。近年は新型コロナウイルスや自然災害の情報など皆様の生活に大きな影響を与えるものも多くありますので、いざという時にしっかりと情報を入手することができるよう、ぜひ普段から今回の LINE やカタログポケットのようなツールをご活用いただければと思います。今回の荒川区行政ナビは、区政情報を逃さずキャッチ、荒川区 LINE 公式アカウントとカタログポケットと題してお送りしました。木村さん、ありがとうございました。ありがとうございました。